まあ今回はでですすねねまああながらとということです、ねまあ、何があっぱれかっていうとですねまあここの大事な時期に来てですねもうすでに牧者としてもう不合格という感じでもう脱落してしまった人がちょっと何名か見えるみたいです。でそう考えた時にやっぱりその悪魔側っていうのは、まあ、ルシファーの側はもう最後まで手を抜いてないってことですね。 この直前大きな船がもうかなり近づいてる中でその牧者になられる方を惑わしてですね脱落させてしまったということでさすが悪側の方がですね手を抜かないってことですね。で禅の王はやっぱり慢心してしまってですねもう元に戻ることがないといったことを考えた場合にやられてしまったってことですね。そう考えたにでながらああっぱれると 言わざるを得なないかなと自分は思ってますねですけどじゃあ自分はどうかってなるとですねいろいろ揺さぶりとかかけてきてるみたいですけども、まあ、まあそういったものに対してはですねまあ全く動じないってことこですね、まあ、つまりこの絵にあるようにですねまあなめんなよってことです。でまあそんなね覚悟ねそんな変な覚悟っていうかその小さい覚悟で別にメッセンジャーやってるわけじゃないんで。 あのまあ何をしてこいようがですね、まあ、自分の方は、まあ、淡々と動画を上げるだけですですからまあ無駄ってことですね、まあ、やるならやってこいってことです、まあ、別に構いませんので自分の方はいくらでも揺さぶってくれればいいかなっていう気がしますねまあそれに対して自分の答えは、まあ、なめんじゃねえよってことですね、まあ、それだけですね今日は以上ですありがとうございました